こんにちは。こんにちは。はい、ネモです。順です。ネモ順 TV です。はい、今日はですね、はい、よろしくお願いします。記憶にないぐらい久しぶりのトーク動画でございますが、はい、はい、トーク動画です。はい、今日のテーマは、チュンさん、韓国のね、飲食店の実際について今日はね、トークで語っていけたらなと思います。なるほど、はい、飲食店に僕らが日本人として働いていて、うん、感じるあれこれってことですか。そうやっぱり文化の違いとかもあったり、うんうん、日本人として、うん、まあ、仕事してて、はいはい、まあ、いい部分とかね、うん、そういってこうちょっと慣れない部分とか、うん、やっぱりあるんですよ。そういったところをね、赤裸々に見てる方たちにね、うん、語っていけたらなと思います。お、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ネモジュン TV。 韓国の飲食店に勤めてみて、はい、まあ、実際思うことなんですけれども、うん、はい、タダで出てくる食事っていうのは結構ありますよね。あのね、うん、焼肉食べに行ったらおかずがいっぱいこう出てきますよね。そうで、無料でね、また頼めたりとかね、なくなったらできるんですけど、うん、すごいお客さんにとってはいいよね。いいよね、うん、だからもうキムジにしろ、もういろんなこう葉っぱ系にしろ、なくなったらすぐ頼めばね、うんうん、またもらえるから。ただね、お客さんの立場としたら、なくなったらすぐ言えばもらえるということで、そう、それが大変よね。だから働く方としては大変なわけですよ、うん、ね、まあ、準備とかもいっぱいね、作って用意しなくちゃいけないけど、うんうん、それまた無料だからやっぱり頼む方が多い、うんうん、だから持っていかなくちゃいけない、うん、忙しい時なんかすごい大変かなっていうのもあるし、まあ、店側としてもやっぱりそういうね、うん、材料費とかも結構かかるから、うん、大変な部分ではありますね。頼むのはまあそういう文化もあるからいいけど、頼んで残すんじゃない、うん、そう、結構残るよね。ね、だから、うん、食べる分だけ頼んでもらって、そう今まだいいよ、うん、ね、でも結構片付けるときにブワッと残ってるわけ。そうだからね、ちょっともったいないのもあるし、まあ、日本人として食べたものは残さず食べるっていうのをね、うん、小さい頃から叩き込まれたじゃないですか。そうですよ。保育園の時もそうだし、小学校の時もそうだし、うん、残るの食べる終わるまで終わらなかったじゃないですか、うん、食事あったね、はい、なんか給食の時間終わっても、うん、結構隅の方で残って食べたりとか。今は多分ないと思うんですけど、僕らの時代はそうでしたけどね。で、韓国は結構残す部分もありますよね、文化として。 あるね、うんうん、もう腹いっぱいで食べれないみたいなね、うん、だから腹いっぱいになったんだなっていう、まあ、証拠みたいなところもね、あるみたいで、うんうん、だから全部食べちゃうと足らなかったのかなと思われちゃうみたいなね、うん、そう文化がありますから、そういうところもね、うん、ごくあるみたいな。そうですね、そういった部分はありますよね。ありますね。うん、だからそういうタダで頼めるものがあるがゆえに、うん、お客さんがしっきりなしに頼んでくるので、うん、働いてる方としては結構手間がかかりますなという話ですね。そうよね、うん、次は、はい、やっぱりパリパリ、うん、急ぐ精神がこっちあるじゃないですか。あるね。だからお客さんが、うん、注文します、うん、はい、うん、すごい急かされる。ああ、そうだね、急かされるお客さんが多かったかな。場所もありましたね、うん、ピザを注文されて、うん、で、まあ、ピザ10分ぐらいかかるんですよ、焼く前に5分5分とかね、うん、もう途中ですぐ頼んだんだけど、ピザ頼んだんだけど、そうそうそう、まだ来ないんだけどって言われちゃうんで、うん、今やってますよって言ってね、うんうん、いうこともあったし、もうそういうこと何回もありましたから、パリヘジセよとか言って、ね、注文のパリヘジセよって言われてね、お客さん多かったら、早く出せないんですけどとか言って、ね、うっちゃねえはんとか言ってまあ、5分5分焼くけどさ、5分で出しちゃえばいいんじゃないのだね半分焼けてる状態で。そうだね、そうなっちゃうけどね、まあ、そこでクレームが来ると思う。そうだね、だからそういう風にちょっとお客さんがもう早くっていうんで、うん、働く立場としては、うん、結構なんかせかされてる気分になっちゃう。なっちゃうだね。最初は大変だったね。そうだね、投げるまではね、うん、大変だなっていうのはありました。だって席について注文して5分ぐらい経ったのかな、うん、すっごい待ってるんだけどまだなんかって言われて、うん、いや5分しか経ってないんだろうなと思いながらもうできてますよ。確かにそれもありますね。それはありましたね。はい、ありました、はい、その商品に何を頼まれるお客さんが多いから、あるね、これまた、うん、まあ、お酒、ビールとか種類多いんですけど、焼酎もある、ね、焼酎もあるし、うん、まあ、ワインはないけど、あとマッコリもないんですよ、うんうん、で、マッコリ好きな人多いからね、そうで、ないですって言ったら、うん、じゃあ、買ってこいって買ってえ、ないんですけどって、うん、だお店によってはこう買ってくるとこもあるみたいなんですけど、なんか僕、それ言われ、うん、2、3回ぐらいあるから、うん、何を言ってんだろうとか思って
って最初は同じ勤めてるところの社員の人に聞いたら、お店によってはそのお酒とかいろんな種類置いてなくて、でおかずとかはあって、それでお酒を頼まれたら他のお店で買ってくるっていうシステムのお店があったらしいです、昔ね。なるほどね、文化がね、あるみたいで、ね、あるみたいで、まあ、そういったところがちょっと最初はびっくりしたね。そうだね、僕ら日本人としては慣れてないんで、そう、店にないんですけどっていう感じになっちゃうんでね、そういう戸惑いはありました。とないメニューを頼む人と、まあ決まってるメニューがあるんだけど、そう、これ半分半分にしてくれとか、そうそう、半分半分にしてくれって、いやー材料費とかいろいろ計算してやってるからできないんですけどとか言って、うん、できないのかって言ってそうなんですよ。いや、そういう注文多いよね。多いだから、例えばトッポギだったら3500本で売ってるんですけど、量も均一にして、だけどそれを2000本分くれと、いやできないですねとか言って、そう、だからいくら分くれとか、トッポッキのお餅は全部抜きで、そのおでんを、ね、おでんだけくれ、おでんだけくれとか、スペシャル注文が多いね、多いんで、はい、まあ、働いてる立場としてはちょっと戸惑っちゃうなっていうのはね、めんどくさいね、ありました。日本で言ったらもう、そこのメニューとね、料金と、そういった部分でこうメニュー見て選んで注文するから、 それ以外は選ぶことってないからですね。ないよね、だってファミレス行ってさ、メニューがあるのにさ、いやこれとこれをちょっと半分ずつしてもらおうかって頼もうっていう気もしないじゃない。ないね、普通ね、まあ文化もあったのか分かんないけど変わってるかなっていう思いましたね。思いました、はい。あとよくあったことが、なんか僕らってやっぱりその韓国語は完璧なわけじゃないんですよね。じゃないね、だからお客さん対話してる時にやっぱり韓国の人と違った訛りとか喋り方とかなったりすることがあるので、それよく言われたのがね、ウリナラさんの目は2年って言って、ウリナラなんで私たちの国の人じゃないねって言われるんですけど、よく言われたね、よく言われるね、まあ喋った瞬間にやっぱり発音が違うんで、やっぱりおこいつは韓国人じゃないなっていうふうにすぐ思われちゃって、ルリナラサナミはねえよって言われるんですけど、まあ違うから違うわね。違いますけど、日本人です。はい。なんか日本人じゃなくどっか違う国だったことがあるな。僕も中国人ではなく、俺もなんか南方系の方の国に言われた記憶があるけど、だから日本の感覚で言ったら、やっぱり、あ、うちの国の人じゃないですよねって言わないから、言ったら結構なんか失礼な部分あるじゃないですか、なんか感覚的に、だからあえて言わないように、そうだね、言わないんですけど、こっちの人はなんかこうすぐ言えるっていうか部分があるのかな、あるね、だからちょっと気分悪かった部分もあったけど、慣れてはきましたけどね、あとトイレットペーパーを流せないとかね、韓国ね。もう最近、まあ、地下鉄の駅なんかは、だけど飲食店とかは結構トイレットペーパー流せないとこ多いような気がするんですけど、多いね、水圧が弱いのか、もうすぐ詰まるけどね、で髪がちょっと溶けないのか分かんないんですけど、だからあの飲食店、うちの国に来て食べられるとき、トイレに行ったらね、あのゴミ箱が別に置いてもありますので、そこに捨てられるといいと思います、でもさ、やっぱり日本人だともうパッてすぐ流す、もう習慣があるから、そうそう、僕も抜けなかったもん最初、ね、もうあって入れちゃったって感じで取り出せないから、取り出せないからね、もう流しちゃいって感じになっちゃうけど、まあそういう違いはありますよね。ありますね、まあ、ちょっと話変わるんですけど、はい、まあいいこともありましたよね。いいことはやっぱり僕も日本で仕事してきて、タイ人の仕事をやってきたので、日本では、やっぱりその接客の部分も学んできた部分もあったんですけど、だから韓国で普通にそのままの接客のスタイルでやっても喜ばれますよね、それはあるね、親切だって。そうそうそう、だからあなたすごい親切ねっていうことは ね言われますね、言われましたんで、僕らではこう当たり前のことなんですけど、お客さん入ってきたらいらっしゃいませって言って、席については注文何なさいますかとか言って、注文もね、見て食事出すときもこれになりますって言ってね、美味しくいただいてくださいってもう必ず言うんですよ、やっぱりね、お客さん気持ちよく食べてもらったんでね、だからそういった部分ではすごい親切ですねとか、細かいところをやっぱり日本人だと結構気づくんで、なんか細かいね、セッティングとかもそうだけど、結構細かいとこをちゃんとこうすると親切だなってすごくね思われますよね。それはありますね。
まあ、世界中で、ね、うん、日本人の方活躍されていると思いますけれども、うん、本当そういった接客技術っていうのは誇るものがあるのかなと思いますね。日本のいい文化を、まあ、広められればいいのかな。本当だね、うんうん。あとやっぱり日本語を勉強してる方とか、うん、日本が好きな方もいらっしゃるんですね。そうなんですよ、お客さんの中で、うん、そういう方が来られると僕ら日本人と分かると、うん、すごくもう笑顔でね喋っていてくれるし、喜んでね、喜んでくれるんで、わ久しぶりに日本の方がいましたって、うん、実は日本で仕事してたんですよ、うん、そう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 、ね、留学してましたとかね、いるんで、うん、そういう方と話す時にはすごく気分いいよね、うん、まあ、あと思い出なんですけど、店側の入れ替わりが早いっていうの、メニューの入れ替わりも激しい、激しい、ホットドッグがなくなりました、最高ですね美味しかったのにはね、うん、美味しかったけど、なんか天満がかかるっていうと、うん、やっぱり思ったよりも売り上げがそんなに良くなかった、良くなかったね、うん、生地から発酵ねさせるのに、まあ、1時間半かかったし、手間がかかってたんでしょうね。皆さん結構楽しみにしてたんですよね。そうなんですよ、うん、絶対韓国行けるんだったらちょっとそのあのホットドッグ食べ回せるっていうね、お声もいっぱいあったんですけども、うん、ちょっと残念ですね。そうですね、うん、まあ、僕も残念なんですけど、まあ、でもピザとか他にも美味しいものございますのでね、はい、うん、もし来れましたら、はい、チュンさんの手作りピザなりね、料理されると思うので、はい、食べてもらったらと思いますけども、そうですね、はい、うん、まあ、うん、今回は、うん、韓国の飲食店に勤めてみて、はい、まあ、日本人どうなのかっていう部分についてね、うん、話してきたんですけれども、うん、まあ、気合で、はい、うん、頑張れば海外でもなんとかやっていくことができます、うん、はい、たとえその国の、ね、言葉がやっぱりできない部分ってやっぱ、うん、あったとしてもね、うん、まあ、親切丁寧に頑張っていけば言葉も覚えていくし、うんうんうん、やっていけるのかなと思います、はい、和の心ですね、うん、和の心で、はい、ということで、はい、今回は久々のトーク動画でございました、はい、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。